どうも、美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということでやってまいりました。はい。我々美容師チャンネルはついに、あの企画に手を出します。ネタ切れですか？はい。視聴者さんからいただいたリクエスト企画っていうか、コメント欄に、これ飲んでくださいみたいなのを、ちょっとあさって、今までね、我々結構フルで無視してましたから。無視してました。ということでですね、はい、今回皆さんにご紹介したいウイスキーと言いますか、リクエストがあったウイスキーは、こちらでございます。トミーさん、お願いします。はい、こちらです。ででーん。ジェームズ・キング。買ってきましたよ。ジェームズ・キングですね。はい。はい、こちらですね、誰からでしたっけ、牛めしさんからリクエストをいただいたんですけど、なんかすげえ美味しいらしいんですよ。僕はね、買ってきたんですけど、うん、はい、999円でした。安いです。このジェームズ・キングなんですけど、はい、それこそインターナショナルスピーチチャレンジで金賞受賞、はい、ただ僕ごめんなさい、あの浅いんで、はい、どの部門で取ったかはわからん、ね、年代もわからない、まだちょっとわかんないです。このジェームズ・キングっていうのが、はい、スコットランドとイングランドの間に平和条約を結んだ偉大な王様ジェームズ4世の、名を冠したスコッチだと。アンズや黒糖の香りとフルーティーで口当たりのいい味わいが楽しめると、甘いウイスキーなのかなと。はいはい、これジョニアカじゃないんですか？ジョニアカじゃないです。いいところに気づいた。ね、昔のあれにそっくりじゃん。それね、これね、実はね、はい、これレッドラベルのパッケージなんですけど、はい、このパッケージから熱烈なファンの間ではジェムアカって呼ばれてるらしいよ。ということは、うん、あれだけのクオリティがある。あると思う。まあせっかくねリクエストいただいてってことは、うん、多分美味しいと思うんですよ。間違いないです。はい、で面白いのが、あのそれこそさっきあのジョニアカの話したけど、はいはいはい、ジョニアカはモルトグレーンなんですよ、はいはいはい、こっちはグレーンモルトなんで、まあ、くくりぐらいいけばグレーンの方が容量が多い、グレーンウイスキー、ブレンデッドグレーンウイスキーでいいのかなっていうふうには思うんです。まあ、あと作ってるところもよく分かってないみたいですね。あ、非公開なんですか？分かんないです。へえ、うん、なんでもう早速飲んでおこう。もうなんかよく分かんないんで、なんで牛めしさんリクエスト企画でした。ありがとうございます。ここからはただ飲むだけです。飲むだけです。はい、と、はいうことで注いでいきます。はい、ということで、はい、注ぎました、ジェームズ・キング、ジェムアカ。じゃあ飲んでいきたいと思います。はい、じゃあいただきます。はい、おお、しっかりとしたタルコだけど、すごい甘い匂いする。ちょっとさ、ジョニーに似てない？流されてるやそれ。いや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 、赤こんな感じだよ。いや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 、もっとスモーキーで。酸っぱか。入りそんなでもねえけど、結構アルコール強くて。入りの舌先の酸っぱさ。酸っぱいか。うん。何も感じないけど、本当？うん。それこそアプリコットみたいな味するわ。アプリコットってそもそも酸味あるよね。あるな。あ、そっか、うん、そう言われればそっか。最初やっぱすごい弱い、うん、弱くて中間にいわゆる蜂蜜とかそっち系にちょっとフルーティー、フローラル、アンズって書いてあるの分かるわ、うん、アンズもそうだね。でもその後ちょっとね、あの薬品酒くるね。逃げフィニッシュは苦いね。逃げだけどビターとも違う苦さだね。うん、なんだろう、面白いな。なんかドライだね。なんか苦いっていうかドライに近いのかな。昔のスーパードライ飲んでみたじゃない。知らないそれは。フィニッシュのあの苦さ。知らねえよ。あのぬるいビール。いや、わからんそこ。ごめん。うん。まあ、多分これ、ストレートで飲むウイスキーじゃねえな。軽いね。ちょっとね。うん、軽い、うん。ロックいきますか。うん。じゃあロックいってみましょう。はい、ということで、ロック、いってみたいと思います。あんずの匂い、すごいな。あ、てか、イチジクっぽい感じもするわ。あ、でもすごく良くなったよ。あー、いい。ね、良くなってるね。めっちゃいいやん、これ。スパイシーになったね。うん。甘いんだけど、うん、ちょっといいとこのスパイシーなんだよ。そうだね、なんかちょっと舌の奥がピリッとする感じだね。渋くね、ちょっとそのピリリ感の、うん、渋さとなんか辛いみたいな。いや、それがちょうどあんずとかじゃない。あんずはそんな感じしないでしょ。なんかちょっともったりした渋柿みたいなさ。あ、まあ、タンニン感っていいのかな、うん、
なんだろう、特にこれといってこう衝撃的な部分がないというかどうだろう、これどうなんだろうな。まあ忖度なしだよ、うん、あのリクエスト企画だけど忖度はなく、普通に僕の意見としては、うん、あんまりこう今のところこう長所短所がないウイスキーかなっていう。少しね、はい、スモーキー感じる。本当に中盤だよ、あの飲んだ時よ、中間この辺鼻から抜いて全然感じない全然感じない。その後のこの舌の奥がピリッとさ苦いの、これがちょっと強いね。ハイボールだな、とりあえず。はいはい、ハイボールです。じゃあジェム赤、はい、どうなるのか。加水したらだんだん良くなってきたんで、うん、塩味が出たの、旨味っていうんですかね。うん、はい、黒砂糖、うん、ああ、黒糖だね。うんうん、あのカリン糖みたいな。あ、もう、あ、それそれそれ、うん、で、酸っぱさも分かる、出たわ、あるでしょ、口中さ広がった。おお、おお、おお、いい飲みやすいよ、ね、飲みやすいな、うん、あれ、いいぞ、ハイボールは。多分ストレートとかロックの時ってまだ原液が濃くて、その中でこういろんな匂いとか香りがこう閉じ込まったっていうか、そういう表現だよそれ。こうなんかこうあんまり飛んでなかったんだけど、うん、加水してこう何でしょう、炭酸にすることによって、うん、解き放たれたみたいな。俺最初から感じてたけどな。ただその俺の印象ですよ。私の印象としては。うん、最初にその嫌な部分がこう中和されて飲みやすくなったってイメージだけど、もしや甘いな、甘いけどミネリー感の酸っぱさもあって、不思議だ。まあ黒糖、黒砂糖、グレーン買ってるからな、どうしてもなんかモルト感はねえけど、コクとかはないけど、さっぱりしててそんなにくどくなくて、ああ濃いめがいいかもしれないですよ。おお、濃いめのハイボール良くないですか。あ、いい、あ、結構いいね、うん、3対2グレーでもいいんじゃないこれ。しっかりね、味がして、逆に薄くしすぎるとなんかね、ちょっと薬品臭がちょっと漂っちゃう感じするんですよ。あ、これいいよ、うまいよこれ。余韻が意外と長いんですよ。なんだよ、グレーのくせにな。舌先に最後残るよ、ね、分かる、いるんだよ。甘さがすごく残りますよ。スモーキーさなのか、樽のこう臭さっていうか匂いなのかわかんないけど、こう鼻さ抜くと確かになんかこもったこうコテッとした匂いがあって、うん、おー面白いこれ。はい、ということで、はい、あのドミさん、はい、おすすめの飲み方を。濃いめのハイボールで。濃いめのハイボール、はい、ジェームスキングは濃いめのハイボールがおすすめです。これはどうなんですか、ジョニーと、うん、飲み比べるんですか。レッドラベル対決させる、うん、ちょっと味の方向性がだいぶ違う気もしますけど、よし、よかった。僕の大好きな GP が始まります。ということで、次回、はい、いつになるかちょっとわかんないですけど、はい、ジョニーアカ VS ジェムアカやりたいと思います。この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グレーウイスキーでは結構いいね、これ。ハイボールで、ハイボールで、ハイボール。